ジストルフィンは、棒状の細胞質タンパク質で、コスタメアとして知られる、タンパク質複合体の一部をなす。この複合体は、細胞膜を越えて、筋繊維の細胞骨格とその周囲の細胞外マトリックスを接続している。コスタメアには他に、アルファージストロブレビンシンコイリンシネミンサルコグリカン、ジストログリカンサルコスパンなど多くのタンパク質がある。ジストルフィン遺伝子は、 X 染色体に存在する。この遺伝子は人の遺伝子として DNA レベルで最も長く220万円期もの長さがある。一時転写産物は約240万円期になり転写には16時間かかる。成熟メッセンジャー RNA は約1万4000円期となる。79のエクソンにコードされ3500以上のアミノ酸からなる。だが、 人最大のタンパクはチチンである。ジストロフィンの欠損は一部のミオパチーの原因となり、総称してスジジストロフィーと呼ばれる。1986年にある遺伝子の変異がデュシェンヌ型スジジストロフィーを引き起こすことが明らかになり、1987年にルイス・ M ・クンケルによってその産物であるこの細胞質タンパク質が同定された。通常の骨格筋組織は 少量のジストロフィンを含むのみだが、その欠損、変異は、細胞内シグナル伝達系の異常をもたらし、不可逆的な筋腺に癒し、筋力低下、疲労などの症状を引き起こす。ほとんどの患者は、車椅子を必要とし、心筋線維症による心臓肥大、呼吸不全の結果として20から30歳で死亡することになる。ジストロフィン遺伝子が突然変異しても、 部分的に機能を持つタンパクを生産できることがあり、そのような経度の症例は、ベッカー型筋ジ,ジストロフィーと呼ばれる。症状が中間的で DMD か BMD か判断しづらい場合もあるが、現在この判断にはフレームシフト突然変異の存在が用いられることが多い。未だジストロフィーの役割はよくわかっていないが、軌道平なメス筋細胞において、 ジストロフィン等タンパク複合体が、その収縮に不可欠であることを示した研究がある。ベータ1シントロフィンアルファ1シントロフィンアルファ、ジストロブレビントタンパク質間相互作用する。ありがとうございます。